書いた。ひらがなゆゆゆにあ一緒だ。ねみんな一緒。あれなんか1個2個3個あれ、ん1回私配信終了しちゃったかもしれない。なんでだろう。マジゆいにゃんのファンの皆さんこんにちは嬉しい。念願の念願の念願のゆゆゆゆゆゆ。ちょっと待ってテロップ待っていいちょっと待って、かわいい楽しいかも良いかも良いかも良いね。ありがとうギフト。ゆゆゆです。こんばんは。念願4月から言い続けてた念願のゆゆゆ配信です。福田ゆいなちゃんがいて嬉しい。あよかった。石原ゆうなちゃんもいらっしゃいます。そうなんですよ。今日決まったゆゆゆ配信こっちでコメントいいよ。ありがとう幕張、ありがとう。こちらこそありがとう。ちょっと確かに2台持ってきててよかった。みんな2台あるのみんなあるのおもろいからみんなある機械だらけ。ゆいたんがちょっと見切れてる。あこっち見切れてる自分がどうしたらいい、まあ、みんな映るから、まあ、真ん中は全部映るかな。あ全部映ってる、まあうん、まだ北沢決まれん北沢がささっき一緒にいたんだけどさ、いちごも入れてて ゆゆゆかゆゆゆにしてって言っとったいいよそういいよ来ちゃうからの人本当にいいよみんな来ていいよ同期全員集合しちゃう。そう、そう待ってギフトギフトとコメントを読みたい。多分私2回配信しちゃってるわ。なんかヘンダーソンさん、ユウスケさん、リカさん、ヒラツグさん、リキさん、素敵すぎ、かわいすぎる、ありがとう、素敵すぎる、めっちゃ素敵じゃない。えリコさん、リコさんに見えなかった、素敵、前髪の方が違う、かわいい、すごい、すごい、すごいね、すごい、ね。ゆゆゆゆゆ急遽ね、めっちゃ急遽だからこのレッスン着ね超レッスン着みんなゆるっとした感じで、そうゆるっとした感じで誰もマイペースです。大しておめかししてないんですけどね、ほとんどメイクしてないんですけどあ、トランプとかあるからまたやろうや、しようしよう、うん、やろうね。あ、これは順番なんですかだってゆゆゆの順番ゆゆゆの順番あるよね。そう、あるよあるよ。右がゆうの、ゆうの真ん中は私、左がゆいたあでも配信だと逆になるんだから、みんなが見てる方からだと、あいや反対にならない、ならない、うん、やばい足しびれちゃうわよいしょ楽しい楽しい配信始めたからといって何もしてないよね何もしてないのがっぽいかもしれない。ちょっと待ってギフトありがとう、お疲れ、ね、ひーなちゃん桜も私もワシューザンハイランドのバンジージャンプ飛んだことあるよ。一緒だ。えゆうなでもワシューザン行ったことあるんでしょ、うん、行ったことある。なんか逆バンジーみたいなのやったことある、なんか飛ぶやつあるね、あるね、うん、これなんて読むかな、名前がわからない。アルバムタイプ A と B 注文しました、ありがとうございます。もう注文できるんだ。ゆいたん今日のリップかわいい、どこの皆さんおすすめリップ教えてあ、ゆいたんのリップいいね。ロム&のこれジュジュブ7番と、うん、あと、うんうんうん、あのこの間ブログに載せたリリミューのピンクバター、うん、うんうん、あ、私もリリミューだよ。あ、一緒。持ってきてないよ。ないね。で私も今日ロム&だよ、確か。こちらですね。薄いけど。素敵。何色？何色？01番。うん。01番。01です。自分06番か07番だった気がする。嬉しい。嬉しい。やっとできて。こんばんは、久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは。ちょっと落ち着きが。ユニバースさん、アワオさん、こんばんは、ありがとう。TM さん、ブラックさん、健康コモナ、ギフトまでは読んで、モコナさん、いけないから、トニーさん、名前ユニバースさん、チンチョウゲさん、ヤガさん、ありがとうちょんな、ユネさん、スプマンテさん、イケピーさん、クワトン結婚して結婚しない、ヤオトンさん、ありがとう、ヤ
シーさん、エイタンさん、長子さん、ラクさん、タカちゃん、ユシナさん、ネグルさん、マイズさん、イラツグさん、コットラさん、ギフトありがとう。いいですね。いよいよ明日初めまして、しに行けます。寝坊して遅刻したらどうしよう。え、嬉しい。寝坊しないでください。寝坊しないでください。同じ時間同じ時間、うん、いいな。私遅い時間が2時間目、早いんですよ、うん、私は。仕事終わってきてみたら余裕が揃ってる。イエーイ。エイトスキップ上手ね。でしょ。可愛かったね。え、見た見た、見た。可愛かった、ほんとに。ユイナのこれも面白かった、うん、ラダすごいよね。ちょっとすごい楽しかった。そうなんですよ。ゆゆゆゆゆゆ、名前似すぎ、本当に。本当だよ。いや、私さ、あのオーディションの合格発表の時ってさ、番号で呼ばれるじゃん、うん、でその後合格者だけ集まるじゃん、うんうん、そこで名前呼ばれるじゃん。その時え、ゆおって思った覚えがあるの。そしたらこの二人だった、そう。だからそのゆが多いなっての覚えてたから、ニックネームどうしようかなってその時考えたんだけど、うん、みんなね、違う感じになった。ゆいたんとかお嬢、ゆうなになって、ゆいにゃになって、みんな違う感じになった。確かに。しかも仲良くなってんの面白いよね。ゆゆゆね、気づいたら本当に一緒にいるよね。本当にそう。レッスンから帰る時もさ、だいたい残ってる。だいたいね、レッスンの左端ゆゆゆが、え、わかるわかるわかる。めっちゃわかるかも。ストレッチする時もゆゆゆ。そうだよね、そうだよね。こんな感じだね。休憩時間もいつも端っこいるから。そうなの。ゆゆゆ。ゆゆゆ、いいよね。そうなんですよ。楽しいかも。そう、超楽しい。楽しい。ね。髪の毛の長さの感じもちょっと似てるのやばい。本当。そう思った。似てる。似てるよね。うん。みんな同じくらいだよね。じゃあ下がろうかな。下がろう。後ろに下がって。え、本当に同じくらい。ね、いいね、同じくらい、うん、同じくらいだわ。そうなんです。1顔2顔3顔や。楽しいな、楽しいな、いいね。イシールだけで楽しいや。え、テロップ出さないの。え、出してたよね、私。出てない。消えちゃった。消えてる。誰の第一印象教えてください。ゆゆ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 会いたかったのレッスンに行くまでの道で会って、うん、そう、うん、ゆいなが、うん、なんかね、変わったかと思った。なんか変なことしとった。え、なんかね、うん、なんかすごい可愛かったの、うん、だけど、うん、可愛くて、うん、めっちゃスタイルもいい感じで、いやいやいや、で、うん、あのね、話しかけてくれて、うん、めっちゃね、あの何、うん、岐阜なまりとあとタメで、あ、そう、めっちゃね、フレンドリーにね、いい意味で話しかけてくれて、うん、でもなんか、うん、それできる子ってあんまりいなくないと思って。確かに確かに、いい意味でちょっと変わった面白い子だったね。私は第一印象思いました。いいですね。じゃあ次ユーナは。ちょっと待って、テロップが出ないんよ。ちょっと待って。え、たまにあるよね。え、あ、出た。ごめんなさい、よかった、乱してしまいました。ゆうなは、ゆうな、いつ第一印象思っただろう。なんかね、うん、その会いたかったの時は本当に自分リアチュとミュウポンとくらいしかあんまり喋ってなくて、あと私もちょっとだけ話したかも。
ゆうなんと最初いつ話したか記憶がない。6周年とか、あ、確かに6周年の時でも写真撮ったよ、撮ってるよね、撮ってるか、あるかな、多分撮ってるよ。どうかな、明日振り返り参加します、ごめんね、ありがとね本当ありがとう、待ってるね、明日振り返って言うと楽しみにしてる。そう、明日に振り返りできるらしい、なるほど、そうなんですよ、ありがとう。だって2人が撮ってる姿、私撮ってるもん、すごい、持ってない、その写真、え、持ってない、送っとくよ、うん、え、欲しい、それ、いいでしょ、送っとくね、やって、素敵素敵、今見せたいけどね、え、でもなんか確かに全然見せていいし、うん、なんか、うん、何、あの、ショールームで、うんうん、ショールームのどの子と一致、どの子がメンバーなんだろうって一致が、うん、一致させようとしてた時があって、うん、あるね、うん、それで、あ、ユウなんだって思ったかも、うんうんうん、なしちゃんやったね、うん、懐かしい、そういう印象かも、うん、なるほど、ゆうなんかわいいゆいたんもかわいいよ挟んでるじゃあゆうなから見たゆいたんは、うん、え、はじめ第一印象、第一印象、うん、第一印象、明日緊張して無言になるかもですがよろしくです待ってる、ね、楽しみにしてる、会えるのゆいたん、なんだろう、ゆいたん、でもさ最初なんか慣れ始めみたいな覚えてない、ゆいたん、え、だよね、うん、いつの間にか、うん、いつの間にかだわ、ここは本当に、あ、私はゆいな、え、まあでもなんかショールームの印象強い、やっぱギフちゃん、ギフちゃん、確かに、だからギフちゃんです、ショールームのギフちゃん子って感じ、あやってたね、うん、私から見た2人の印象は、ギターは会いたかったレッスンで喋りかけた、覚えてる、覚えてる、ほんと初めのかも、会いたかったの、で、ゆうなはなんだ、でも初期の時から一緒にプリクラ撮りに行ったよ、うんうんうん、うん、あとはオーディションが番号が前後で、うんうん、近かった、オーディション合格発表後に話しかけたのがゆうなだった、そうですもうすぐで1年だもんね、うん、お披露目から、でもね、ゆうなあの契約の時同じ部屋だった、そうなの、それだ、契約なんかさ一番最初の時ね、うん、本当に一番最初の時、一番最初の時、うん、ゆいたんだったね、同じ時間だったね、前サチだったよ、あ、え、そこそうなんだ、そうなんだ、え、自分の前の子はさ、辞退されちゃったよね、そうそうそう、なんか保護者で来てた、そう、来てた来てた、そう、そこで、それでした、うん、ゆいたんの家族といっぱい会ったそれが初めまして、それ初めましたよね、うん、私多分かすみんが一緒だった気がする、おう、うん、へー、確か一緒だった気がする、目指せユニット曲だって、え、そう、え、でもうちらでやりたいユニット曲もあるよね、え、わかる、出てくる、わかるよ、わかるやりたい曲あるよね、3人でデビューしたらってデビューしますユニット曲確かに欲しいかもね、ね、アルバムで、うん、あ、確かに確かにアルバムで宣伝してほしいな、温泉曲温泉曲、温泉曲、いいですね、マッツンさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、だね、桜とかいっぱい降ってるからね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、いつものようにはしゃいでいいよはしゃぎます、でもいつもこんな感じなんです、ゆったりしてるよね、うん、B さん、桜ありがとう、ちょっと X がバズっちゃってますね、
本当にお騒がせしてすいません。こっちもじゃあペコリしとこ。ペコリ動きません。すいません。ゆゆの一員がしました。本当に。ちょっと保護者として謝ってくれてる。はい、仲間としてね、ゆゆの。そうだよ。ゆの担当としてちょっと。本当に。可愛い、なんかみんな春のギフトが可愛い、ね、可愛いよね。バイーさん、ベレッタさん、安部さん、たくさんありがとう。花びらございます。花屋55さん、花びらありがとう。カツさん、カツカリさん、ヤリーハントさん、カプリスさん、ヒリエリーさん、ありがとうございます。クライアリーさん、トマットさん、アキマさん、ユースケさん、マウさん、結婚しましたペンさん、ありがとうございます。ナルミさん、NT さん、エンヒロさん、さくらさん、カムカムさん、シマさん、ツーティさん、アラカラさん、シンチさん、アクン、デコトラさん、ベレッタさん、ありがとう。エスケームさん、クサカニキさん、ダイさん、N700 さくらさん、メッチさん、ありがとう。タカちゃん、ありがとう。オンさん、ユウさん、ツガさん、連帯ヨシ君、責任ツナさん、つよつよさん、ひらつぐさん、マックさん、ありがとう。クマキンさん、バディさん、ショウちゃん、ありがとうございます。みんなありがとう。めっちゃ 春ですね。おはようございます。ハロリンさん、さくらさん、くまけんさん、マリーさん、小雪さん、目黒のコウジさん、ダイさん、いつもあるとどこにいるか迷う。ありがとう。マリーさん、ダイさん、ウニさん、おやもちさん、ヨシトさん、マッツンさん、くもはさん、ユウスキさん、ドンピシャスさん、マッツンさん、リカさん、タカヒーロさん、ありがとう。ちゃんと最後男女読みもします。何時までしよう。私は10時までです。配信できるのが。そうだね。そうそうだよね。あとエクソン投稿もしなきゃ。幕張ありがとう。こちらこそありがとう。タオル持ってきてくれてありがとう。ふわふわな3人に可愛いありがとう。やすべさん、ありがとう。かわいいユニットしたい。ヒロさん、結婚しない？結婚しない。結婚ギフトはいつもどう返してる？結婚しない。来ない。来ない。来ません。来ない。結婚してよ。お嬢にね、私が簡単に言えないから。気安くね。そう。うん。って言ったら来そう。まずは、ここお二人の許可がいるから。お母様の前に。承認？そう。私たちも許可いるからね。そうです。そうですよ。なんかやる？なんかする？ドンピシャスさん、ありがとう。そうなんですよ。それでちょっともう私は大変なんですよ。大変なんです。いっぱい聞きますよ。何でも聞くよ。聞きますよ、ゆいかたん。本当にちょっと。はい、それ。どうぞ。どうぞ。ちょっと私ちょっとまた伝わってないで、はい、またなんか人のせいにしようとしてるんで、やっぱりその人がちょっとね、なんか昨日のその AB さんが投稿してくださって、それをなんか引用してくださってる方とかになんか心配してくださったり、なんか自覚なくなのかあえてなのかわかんないんですけど、なんか人ごとのように返信してて、なんかちょっと危機感持ちました。ので本当に皆さん気をつけてください。なんかその方がレーンで他のファンの方に暴言吐いたりとかしてるんで、みんな本当に気をつけてほしいです。なんかコメントしてきて、もう皆さんもう返信するのやめてください。うんうんって思います。本当にお願いします。お願いします。自覚がないならちょっと怖いんですけどね。今見てる人いるの？見れば分かんない。そうでしょう。どうかな、見てくれてたらいいけどね。ねえ、見てくれてる上でなのかもしれないからな。うん、そう
うなんですよ。そうですね。で、あの、あと誤解をしないでほしいのがことが一つあって、あの、うん、うちの母が幕張のイベントに来てたんですけど、うん、てかなんか親戚みたいなのとかもいっぱいいろいろ友達とかもたくさん来てくれてて、幕張の無料イベントだったじゃないですか、うん、特集が。で、あの、母とかも私を心配してイベントに来てるわけじゃないですし、本当になんか結構アイドルさんで、何、ご家族先輩方でも他のアイドルグループの方でもそういうイベントに足を運んでらっしゃるご家族っていると思う、いるんですけど、私もよく好きなアイドルさんのメンバーのお母さんと話したりとかしてたんで強い強いゆいたんならではの、そうとかで、あの、本当にあの、何、だから話しかけちゃダメとかも別になくって、だって私の母はアベマにも出演してるわけで、顔出てるね、めっちゃびっくりしたんだけど、めっちゃ美人、もうビジネスじゃないですけど本当にそうやって出てるし、そうやってアベマに出てたお母さんだよねって言って話しかけてもいいってなんか許可取ってくれるファンの方とかもいて、そういうのはやっぱり何なんか好感持てるなって思ったけど、そうだったらアベマなんか話しかけないでほしいとかって思ってるんだったら、だったらアベマも多分出ないし、うん、なんだろう、会場にも来ないし、せめて変装してくるんじゃないみたいな。なので本当にそれやめてください。うん、はい。やめて、本当に。でも盗撮とかは絶対やめてほしいですけどね。犯罪です。はい、犯罪です盗撮は。犯罪なのでダメです。はい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 。ゆいなおこ。ゆいなもおこ。ゆいおこ。おこだからね。そうです、そう、お願いします。私が言ってることがちょっとあんまりね伝わらない方が多かったなって思ったのでそれはちょっと言わせていただいたんですけど、本当になんかその方は3期のメンバーなんか誰が寮に住んでるのとかっていうことを聞いてきたりとか、本当に具体例出すとっていうこともしてきたし家どこどこでしょうとかそういうのが本当にあったんで、反対です。ダメです。絶対いけません。ダメです。本当にお願いします。いけません。NG です。そういうことは。本当にそういうのが NG だって言ってるんです。私は本当に。ねえ。はい、そういうのがちょっと個人情報とかって言い方で濁したんですけど、そういうのにすごい困ります。やだねー。やだねゆいたん守ります。守ります。私たちが、私もちょっとメンバー守らなきゃいけないんで、そういうのは回答できないんで、ダメです。本当にやめてください。他のメンバーのこと聞くのもやめてください。ダメです。個人情報です。いるんよね。でもゆいたん、いるんですよ。なんでですかね。なんで本当にメンバーみんなになんでって言われるの。なんで自分なんでゆいたんだけそういうの聞く人いるんだろうねって言うんだよね。ダメですね。お願いします。行きません。敵になっちゃうからね。本当に本当に現場来れないよ。わかった。ちょっとこれ以上勝手なことをポストするのも控えていただいて。はい、はい、ダメです。ダメです。行きません。画面見ちゃうけさ、うん、どこ見たらいいか分からないね。ね。そうです。お願いします。じゃあみんなで守ってあげてください。はい、守りましょう。守ります。言われなくても守ります。、はい、守りますよ。みんなに守っていただいてます。はい、うん、結構先輩のメンバーさんとかも相談乗ってくださったことがあって、うーん、そうなんですよ。いけませんね。ありがとう。最低限の、ね、ルールとマナーと守りましょう。ですよ。これ繋がるんじゃない？全罰が。確かに。違う。あ、そういうこと。あの3人で作るんかと思った。一つ。
あ、そういうこと？うん。ゆなこうやって伸ばして、ゆいちゃんこっち伸ばして、イエーイ。何やほんまに。お家みたいな、ね、屋根か、なるほどね。ゆいにゃん、ゆいにゃんのお家、かわいい。いいですね。なんだこれ、いいですね。いいですね。ありがとう、みんなありがとう。ゆゆゆポーズ、え、これゆゆポーズになった。違う、ちょっと違う。これゆゆポーズなの？何これ。わかんない。あ、確かに暗闇の振り付けみたい。確かになんかあるよね、なんか部屋の中で。え、そうそう、それ友達の瞬間、これってやってるところね。そう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 、言うのなんかこれやばい。なにちょっと原点。やだー、原点懐かしい。懐かしいよね。いいですね、いいですね、いいですね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。受験様ありがとうございます。この3人組面白いって。だって面白いよ。じゃあトランプする。どういう流れ。なんかあるよ、いっぱいなんかあるよ。七並べじゃなくてトランプ。あ、七並べやる。七並べやる。いいじゃん。どういうこと。え、本当の、本当のトランプで。え、アプリのやつで。どっちでもいいよ。携帯みんな使え、いける。え、みんな自分はいける。いける、うん、いける。6台あるけど。充電器だけ変えてもいい。あ、いいよ。充電器でも充電、あ、そこにコンセントがあるわ。借りたいです。充電 6% しかない。あ、やばい。借りてもいいですか。え、どのコンセントがいける。誰かいかない。いっぱいある。一人一人ずつの。普通のやつ。あ、普通の。これ違う方。これ違う。違う。これゆいの持ってきたやつは？私あのこの配信用のしか持ってこなかった。これ借りていいですか？いいよ。ありがとうございます。何の？これ一旦ちょっと。ゆいなに毎日充電器貸してるだけ。でも借りるしね。本当にそう。本当だよ。充電器泥棒。充電泥棒よ、ゆいな。そう。確かに3人とさ一緒に当たれたらさ良すぎるね。三人で当たれたらクリア。うん、クリア。え、いいよ。クリア。終わりませんみたいな。終わりませんだね。え、今、え、本当に？いいよ。しちゃう？しちゃう？いいよ。え、あれやん。読んどこうよ、じゃあ。これ。あ、ギフト確かに。読んどいてからにしようかな。うまちゃん、やましんさん、かっこいぷさん、シェルボーイさん、やすべさん、ありがとう。うまちゃん、とわにぃさん、やましんさん、かたさん、リータムさん、ももなん、くまねパパさん、しょんちゃん、ありがとう。ダビッドさん、ドグラスさん、ウエティさん、アトリさん、レギュラーのコウジさん、フッキーさん、ジューデスさん、マコトさん、タケイさん、トゥリさん、ありがとうございます。さん、クモハさん、クモハさん、ユウさん、ミカエルさん、ワッチャン、キュウさん、なんでそっちにいっちゃうの。ヒバトさん、メガスマさん、みんなギフトありがとう。ユウスケさん、あ、ヒラツギさん結婚してってきた。あ、ユイタンの断り方気になる。あ、気になるな、気になる。無理です。シンプルに私がするので無理です。あ、そうなんです。そういうことが。あ、なるほどね。そういうことか。オッケーオッケー。なるほど。いちごがいるんじゃない。いません、いません。じゃあゆうなんかな。あ、じゃあゆうなひーちゃんおるやん。じゃあ奥田くんは。あ、奥田くんいいね。奥田くんかわいい。奥田くんとにしようよ。奥田くんと年下かわいいな。年下いいよ。うん、年下の奥田くんと結婚します。これおつまみんからいっぱい来てるけど。いっぱい来てるから。おつまみんやめてください、気まずいから。おもろい。マックさん、うまちゃん、やすべさん、くもは、本当にみんな結婚しない、お願いします。みんなすぐ結婚したがるから。そうだよ、結婚したがる。どう、奥田くん結婚できる。あ、かわいい。結婚しよう。奥田くんの。やった。奥田くんと結婚します。ありがとう。って言って断ろうかな、毎回。いいじゃん。こんばんは。
じゃあ七並びしちゃう？七並びする？しちゃう？しちゃおっか。しちゃおっか。ユニバースさん結婚しない。ありがとう。結婚しない。結婚じゃあ今日は私も断っとこう。ダメでーす。ダメでーす。ダメでーす。え、かわいい。結婚ギフトまた飛んできた。ありがとう。でもダメでーす。ダメです。ダメでーす。ヒロさん結婚しない。ダメでーす。本当に結婚しない。ね、結婚って行列起きてるからえ、これさ、このままさ、閉じちゃったらさ、うん、配信終わっちゃう？うん、こっち側してるから大丈夫。普通にこっちはもう、あ、うん、大丈夫大丈夫。天才。大丈夫。こんばんは。初見さん、こんばんは。ね、なんかちょっと初見さん多い気がする。え、思う、うん、嬉しい、ね、こっちにしか見れないから。初見さん大好きで、大好きです。フォローありがとう。フォローも待ってます。お願いします。あ、本物のトランプもあるけど。本物のトランプもしたい。え、どうする？何する？何する？え、じゃあ七並べ本当にせーのでみんなで押して一回遭遇したい、うんうん、確かに。でもさ、みんな見てるからさ、うん、みんなもさ、七並び一緒に押すんじゃない？みんな押すか。でもね、ラグがあるから。確かに確かに。ってことは予測しないといけないね、みんな。ってことラグをそうだね。ゆうゆうで当たれるの面白いね。楽しいかも。ちょっと七並び久しぶりにするかも、うん、できた。ベッドしてる？あ、じゃあ3個ベッドしよう。え、しよう。始めます。3人で当たれたらいいってこと？うん、オッケー。が、せー、え、あ、大丈夫？ハートは、うん、オッケーオッケー。ここ押せばっけ。せーの。あー、ダメだ。え、2人当たったんじゃない？私だけ違う。え、違う。あ、ゆうの一緒。え、いいな。え、嬉しい。あ、ゆいたん来た。でもゆいたん推しの方と2人もいるよ。え、すごい。ゆいたんと当たりたかったかもしれない。タイミングが良ければ当たれるね。よろしくお願いします。お願いします。え、ミラーボールありがとう。嬉しい。勝てるかな。ちょっと久しぶりにやる。3人で当たりたかったね。ね、え、当たりたかった。何回かすれば当たれそう。でもさ、なんか、うん、カラーズの時かな、うん、みんなで七並べやってた。あ、やったやった。3期全員でやってた、ね、楽しかった。あれ3期ほとんど当てたことある気がする。え、マジ？うん、あんまりないですね。ない。本当に、うん、本当のトランプで七並べとかもしちゃったり。え、しちゃう。でも見せれんね。そうだ ね, ね、確かに。ミスって、ま、パスをして死んじゃった。4位、4位、4位、4位。もう終わってるやん。4位、4位になった。バーストしちゃった。あるのにバーストしちゃったの。そう、あるのに間違えてパスをしちゃった。ありがとう。なんだ、こういう感じですね。こういう感じですね。カード枚数はそこまで変わらないですね。うん、あ、今のガチャあれなんや、見物衣装なんや。えー、欲しい。え、見物いいよね。何の衣装が好き？好きな衣装。え、え、ゆいたん、チャートリのさ、あれ好きそう、あの水玉のさ、ピンクの、なんか黒い、いいですね。ちょっと分かん、え、ゆいたん1位です。え、やった。え、2位は私です。あ、すごい。ワンツーミニッチュじゃん。すごい、ありがとう。じゃあもう一回行く、
にタイミング教えないのやばいね。本当にそう。普通さ、何のためにね、何秒って言って合わせるやつね。普通合わせてやるのにさ。ね。そう、3人でやりたいのやばい。自由すぎるから。じゃあ押しますか。え、これ3個やったらさ。そうだね。3個や、もう1回やって、ここから。ここで、いくよ。せーの。あ、ゆうなずれた。ずれたかも。マジ？あ、ここ一緒かも。どうだろう。え？あ、一緒一緒一緒。ピエン。一緒。ゆいたん勝てるかな。え、でもさっきさ、うん、配信見てくださってる方がいる。え、いらっしゃるよね。うまくタイミング合わせてくださってる、すごいね。ね、マジですごい。嬉しい。ゆうなんて言ってた。え、見せて。ゆうなんて。可愛いって。え、でも全員のやつ持ってくださってる。嬉しい。ほら、すごい嬉しい。嬉しい。優しい。のりさん。え、よくわかったね。ね。タイミングが。よくわかるよね。勝てるかな。今日のは一億人バズるとこどうしようかな。川島優香だってこれ。あ、ゆいたんの。かわいいその顔。嬉しい。ゆいたん自分のあれアイコン持っとるんや。アイコン全然でんくない？バレンタインできた。あ、あ、うん、そっか、もらえたやつか。もらえた気がする、うん、私これ自分のなんかたまたま当たったよね。すごい。そう、アイコンってさ、その全メンバーの中からだからさ、めっちゃ確率低くって、間違えた。まあそれはやっちゃったね。やっちゃった。やばい、ジョーカー残してます。ジョーカーが最後に残っちゃったやってるよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。もうこれはどうだろうね。反則負けやってる。反則負けやっちゃいました。うーん、ちょっとコメント読んどこ間に、うん、当たらんかった？どうかな、どうかな。こんばんは。そう、ゆゆの3人配信。負けちゃう。ゆいたん持ってるの。あー、そう。イエーイ。あ、いたった。イエーイ。え、ゆの何位だった？私反則負けで4位。そうじゃん。反則負けです。あーねー。そうなんだ。次は当たれるかな。3人当たるまで終われませんなのこれ。そう。だいぶ確率低いよ、うん。頑張らなきゃ。1人がさ、3人こうやってパッと押したらいいんじゃない？うん、あ、確かにそんなのすればなそう。あ、みそみそ、あ、危ない、よかったよかったよかった、危ない危ない。誰かやって、重大な任務だよ。でも手3本も入ってないもんね。いく、いく、うん、せーの。えぇ、ー、みんなバラバラかも。違った。ちょっとじゃあ私も普通に1回いとこう。一緒じゃない？ゆいたんのカードが1、2。え、ゆいたん。自分かわいいたんと押してくれてる。あ、ゆいたんのカードの方いらっしゃるよ。ね、いる。嬉しい。ゆいたんのファンが多いみたい。やった。対戦上手。うまいね。うまいね。合わせるのが。うん、それな。ね、むずいよね。すごい。だってせーのって言ってもさ、多分10秒ぐらいタイムラグあるもんね。そう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 、うん、すげえ。なんで合うんだろう。めっちゃ合うよね。で、なんで合わないのここは。ねえ、一緒に押してるのに合わないの。多分そのなんか一緒に押してさ、4番目と1番目なんじゃない、うん、その4人分かる、うんうん、同じタイミングで押してけどその組が違うみたいな。確かにね。だから3人一緒ってだいぶ大変そう、ね、難しそう。配信中だから余計にそれの配信外でやってくださいってことだよ。本当なのよ。え、なんか頑張りちゃっていっぱい押してくれる。えー、りちゃんのりちゃん、私もりちゃんの買った。
リーチと後で電話しようと思ってるの。そうなの。私今度青でって話してるの。あ、いいな。そう、電話に参戦しちゃうかな。私もやるかな。そう、みんなで電話、うん、電話しますね。じゃあ元気にしようでね。嬉しい。やばいかも、また負けちゃう。マジ？わあ、どうかな。あれ、みんなバーストしちゃった。あ、あ、どうかな。ここ置いてください。ここに。言って言って。置いて。置いてください。あ、でも、あ、ダメだ。あ、でもまあまあまあ、まあ3位、3位、3位。うん。あ、負けちゃいそう。負けちゃいそう？うん。バーストしちゃった。あらー、あらりゃりゃ。かわいい。じゃあちょっとガチャ回して、ゆいたんかゆいな出るまで終われないのやつするね。え、コインある？え、やばコイン。あいよ順、下の下全、なんか分かれてるじゃん。上上上上上上、みんな上。やった。ゆいたんギリ上だよね。え、ギリ上ね。映していいんかな。え、ダメなの。ダメなんか。そう、一瞬なんかパッてやるのは。あ、そうなの。あの、なんかグレーゾーンみたいな。なるほどね。グレーゾーンみたいな。じゃあ押してください。ゆいなんとゆいたんと私が出たら、いいの？10枚中ね。うん。出るかな。え、やばい。でも全然確率的にあるよ。いいよ。ピッピッピッ。あ、私とゆいたん出た。あとゆいたん。あとゆいたん。あ、出た。斜め斜め。でもエクスかな、使えるよ。確かに。え、叶う。かすみ。誰だと思う？あてよ。リアチュ。ああ、自分も思った。リアチューね。リアチュー、リアチュー、リアチュー。あ、リアチューじゃなかった。一旦こういうの。面白い。え、ある。ある。回してみた。しかもなんかこれある。ああ、じゃあ絶対に出るじゃん。私定期的に回してるから余れないよ。三期研究生の一の子。そう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 。え、回します。はい、回してください。あ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 。出るかな。あ、自分出た。あ、ゆ、ゆいとかた。私出るかな。あ、ゆの出た。出ました。私、私は。これが。私なんかな。ゆい。やだ。やだ。出た出た。やった。やった。やった。出た。出た。面白い。びっくりした。すごい。すげえ。じゃあ、この流れで私もやっちゃおうかな。コーヒーないけど全然。やっちゃいます。今全員余裕出てるから、ちょっとちょっと流れを止めたくないな。あ、出てない。3枚やばい。え、出ない出ない出ない。3枚やって。え、やばい。え、あ、出ない出ない。ユイだってユイだとユイな出ないよね。え、ピエ。あ、かなう。出ない。面白い。おもろいよね、ガチャ。めっちゃみんなかなう出た。え、それのめっちゃかなう出る。かなう、叶う、叶うじゃん。誰のカード一番いいかな。叶うのカード、あ、ニッポのカードもいっぱい持ってる。え、何か美月さんのメモリアル。あ、そうそうそう、あの欲しい、しか出ないってやつ。シークレいっぱい回っちゃう。え、かわいい。そう、めっちゃ昔のやつとか出るの。私アンナさんの時めっちゃ回した。え、かわいすぎる。ちょっといっぱい回っちゃった。美月さんかわいすぎる。アーカイブ行きになっちゃうけど、すぐに。え、ね、そう、滝野さんのやつをめっちゃ回したもん。え、回した。私アンナさんので本当に声なくなった。あ、皆さん対戦ありがとうございます。ありがとう。バチバチ、ありがとう。楽しいです。楽しいですね。どうする、トランプする、しちゃう。当たってないけど。どうしようか。トランプ何する。なんだね、何する。タブ抜き、これはどうする。もう終わりにする。これやる。あと1回だけやっとく。あと1回だけやる。あ、これもう1回。え、待って待って、誰かタワーくれた。何事何事何事。待って待って。え、桜立ってる。え、嬉しい、ありがとう。ちょっと見に行って。今日どうなったかな。ナーラブさんだ、ありがとう。待って、
て、なんか書きたい、なんかない？なんかない、なんかないかな。素敵、見てこれ。なかったら。え、すごい。また後日にしようかな。え、嬉しい、ありがとうな、ラブさん。バチバチ。ありがとうございます。してくれたわ。ありがとう。キラ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 。ありがとう。お話し会もありがとう。会えて嬉しかった。ありがとう。はあ、優しいよね。桜さん嬉しい。桜のギフト可愛いよね。うん、可愛い。いつ頃桜咲くんかな、この辺って。早く咲いてほしいよ。え、これでも大丈夫ですか？いいの？ありがとう。ペ、うん、使って。え、ありがとう。ちょっとゆうなに借ります。はい、どうぞ。一旦書き書きタイム、書き書きタイムですね。じゃあトークしておきましょう。トークしておきましょうか。ありがとう、ありがとう。何話しましょうね。え、ペンたくさんある、かわいい。机使っていいよ。机使っちゃおう。こんばんは。え、いつミラーボールがあったんだろう。ミシェルボイス、ありがとうございます。わあ、さくらがさくらがミラーが立ってる。え、ほんとだ、やばい、すごいね。ありがとう、きなこかパパさん。じゃあちょっとゆいたんと一緒に書き書き、一緒に書き書き、一緒に書き書き。じゃあ私が一人で話そう。ミサイさん、キノコのカパパさん、ミシェルボーイさん、ミンミンさん、キヨニーさん、マクさん、迷子の子さん、ユーナギさん、ワンタさん、キヨニーさん、ヨートンさん、ウマちゃん、マクさん、ヤマシンさん、カッコアイプさん、トマトさん、ありがとう、イケビスさん、ウマちゃん、トマトさん、ヤマシンさん、ミリガムさん、ありがとう。すごい、2人が書き書きタイムに入りますので少々お待ちください。すごい、ユイタンとの追いかけ対決みたいになっちゃうけど。いや、いいな、いいな。追いかけ対決じゃん。え、なんかでもさ、やってたよね、なんかそっちのチームバズレで。え、やってた、やってた、やってたよね。え、結構待って、放送されなくて悲しかったよね。だいぶ放送されてたよね。やばい、裏話やばい。裏話今日来てたよね、あれ。あの来てた、あのサッカー、サッカーのやつ。え、来てた、来てたよ、来てた。あのそうなんだ、カットされたけど、これ使っていいですよっていうの。え、そうなんだ。そう、え、本当にね、半分以上どころか3分の2はなくなってると思ってたじゃんね。だからちょっとね、悲しかったの。あと前転とかも、そうそうそう、あれなくなった。マット運動とかもしたよね。マット運動なくなった、そう。ブリッジのやつは見たよ。あ、ブリッジやばかった。いちごのお願いしますってやつが編集でなんか、お願いしますガチャ。あれツボなんだよね、結構楽しい。お願いします、ケイソーさんが私のリツイートしてくださってる。え、うん、ポテンシャル、うん、リアチューも、ユイナとリアチュー、ね、あ、3人、リアチューとミーポンと私と3人。あ、楽しい、すごい。おめでとう、嬉しい、すごい。そんなことある。でもリアチューあれだった、あのイラストレーターさんの方も、え、見た見た見た、すごいよね、すごい。みんな協力してくださって嬉しい。私はちょっと X が使えるの22時までちょっと考えておきます。そうよね、そう、確かに確かに、すいません。無言タイムだ。あ、本当、ね、無言タイムだ。全然無言です。全然無言です。じゃあ何のバズりにするんですか。うん、迷う。昨日のいただいた素材をもう一回使ってもいいなっていうの。うん、そう。確かに。かわいい。こんばんは。
ま。そうだ、ピンクの取り合いが起こっちゃう。あ、ほんとこれでもピンクないかな。確かに返しとくわ。ありがとう。ちょっと濃い、濃いめのピンクもいいと思う。かわいい。え、ピンたくさんあってかわいい。ね、素敵。濃いめのピンクをお借りします。あ、どうぞ。ピンクを。ピンクです。こんなもんかな。でも結婚して、待って、ヨマちゃん10個もありがとう。ダメです、10回断らなきゃ。無理無理、ダメ、やだ、無理、ダメ、やだ、無理、ダメ、やだ。いい、ありがとう。でもあー、どういうこと、見たあー、ありがとう。ほんとだ、嬉しい。同じ方、キノコのコパパさん。あ、すごい。まだ私ちゃんお返しできてないのがたくさんあるんだけど、じゃあ2人に合わせて投票書いちゃおうかな。ちょっと頑張っちゃおうかな。また取り合いになっちゃう、あの、ね、ペンが、ペンが。ありがとうございます。ちょっとまたパーマ入れさせていただきます。あの、溜まってるのがある、ね、まだそう溜まってるんです。ありがとうございます。桜が太陽、はい、ありがとうございます。どこで描こう、床で描こうかな。うん、あ、じゃあこっち使ってもいい。あ、いい。どうしよう、どうしよう。え、見えるかな、めっちゃ光っちゃうかな。桜の模写。はい、桜の模写。え、ナーラムさん、いいね、桜のタワー、ありがとう。わけらりも会えて嬉しかった。ありがとう、可愛いタワー、嬉しいです、とっても。パパさん、ありがとう。桜まだ見れてないから、ちょっとショールームで初めて見ちゃった。ありがとう、ありがとう。桜のパー、春を実感しました。ありがとうございます。見える、ありがとう。じゃ、同じじゃねえか、同じ場所じゃないか。ございますにするよ。うん、こちらこそありがとうございます。ありがとう、待って、嬉しい、すごい、ありがとう。本当にうまいね、私本当に画力なくてさ、すごいわ、バーストしちゃった。また七並びやりたいね。七並びしてくれてるんか、会いたい。よいしょ、また当たりたいな。みんなで対戦しようね。2人のセンスがいいからちょっと私も頑張ろう。タワーパチパチもありがとう、優しい。何一瞬、どうしよう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 。うちのルームはみんながタワー誰か投げてくださると、うん、みんながパチパチしてくれる。え、ねえ、パチパチ素敵です。ありがとう。あとさ、お誕生日おめでとう、みんながしてくれるのとかもね、ね、いい、嬉しいよね。ルーム内で盛り上がってるの。こんばんは。どうしよう。あ、これ、あ、黒使っていい、ま、あ、いいよいいよ。ありがとう、パチパチもありがとう。インクやった、これ、ん、あ、サイン入れるというのか。またパクられちゃう。なんて、あ、こんばんは。ありがとう。皆さん、ちょっとコメントもあんまり読めなくてごめんね。ゆーたん、もう言うことは大丈夫？他に今日の日本のうちにいっぱい、コラボの方が言いやすいよ。そうだよ、確かに。でもね、なかったら他の方は、うんうん、別になんか特に何も言ってないから伝わってくれてると嬉しいなくらいかな、うん、
みんなありがとう。いや全然ありがとうございます。よいしょ、できた。ゆいなとゆうなのファンの皆さんも本当にお騒がせしました。全然全然みんな優しいから。そうだよ、本当みんな優しいから、うん、ちょっとゆいなのにお礼しちゃってるみたいになってるかもしれない。ほらほらゆいなのに、ごめんちょっとここ手塞いといて、ゆいな消しといて消しといて、見たちょっと、あ、ちょっとじゃあ、あ、でもどうせ前になっちゃう。面白いから。きのこのかパパさんありがとう。さくらとはまだ明日はあのイベントのお礼配信をしようと思ってるので、また来てほしいです。お願いします。ありがとう、嬉しい。さくらとは今からアイコンガチします。今日こそ出します。え、応援する。ありがとう。当てて当てて、きのこのかパパさん。うまい、嬉しい。え、いいなりますように。よいしょ。あ、ごめん。あ、3人に質問していいかな。朝ごはん食べますか、だって。食べません。食べません。やばい、今日は何食べたの。朝ごはん食べません。あ、食べてません。しっかり食べて。それはもう、こんばんは。あ、でもお昼はちゃんと食べた。お、お昼は竜田揚げを食べました。美味しかったです。ひーたん、今日何食べた。今日は、うん、お昼と夕方の間くらいにオムライス食べた。かわいい。かわいい。自分で作っちゃった。うん。ゆうなは、ゆうなは、うん、お昼、どっちでも、朝でも昼でも。朝、あ、味噌汁食べた。味噌汁作った。あ、いいね。そう、いい、作りました。いいね、味噌汁美味しいよね。え、なんかさ、自分ね、うん、朝ごはん聞かれるといつも思い出しちゃうんだけど、うんうんうん、中学のなんか保健の授業、うん、なんか体育の先生がいる授業、うん、時に朝ごはんは食べますかみたいな。で、朝ごはんを食べないとなんか集中力が出ないみたいな、うん、なんかさ、あるやん、あるある、そういう授業、ね、そういうのがあって、でそしたら、え、みんな朝ごはん食べてなきゃいけないって思うからか、うん、だから本当か嘘か分かんないけど、みんな朝ごはん食べてますってあげて、うん、自分だけ朝ごはん一人だけクラスで食べてなかった。あ、そうなの。食べてないって正直戻しちゃったのね、うんうんうん、そしたらその体育の先生も、うん、自分も食べてないです。なんで授業してる人が、うんうんうん、そんなに朝ごはんを食べることの大切さを授業してるのに、うん、自分も食べない派です。面白いね。どっちやねん。言ってたのがめっちゃ思い出しちゃう、毎回思い出しちゃう。面白い。でもなんか本でさ、なんか朝ごはん食べない方がいいみたいな本あったよね。え、そうなの。それ見たことないかもしれない。朝ごはんを食べて、なんかそういう感じの、なんか食べなくてもいいみたいな本見たことあるよ、私。へえ。ちょっと調べようや、朝ごはん食べなくてもいい本。ちょっと気になるかもしれん。なんかで見たことある。あの学級文庫あった、うんうん、私の、そんな学校に置くなって感じだけどね。高校の時文庫、そう。温泉、ストーンブックさん、バールさん、ありがとうございます。 M44G さん、アキオックさん、まえちゃん、バッチさん、ありがとうございます。ひゆうなぎさん、やすべさん、くもは、ふじとうさん、フォローしました、ありがとう。さん、本当にレッドリコチアイコン欲しいけど、画面ガチャまでに4万ゴールド貯めてます。嬉しい、ありがとう。画面ガチャって月末にいつもあるやつだよね。あ、そう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 、ね、ありがとう。あ、ゆうゆうだ。そう、あ、すごい、私もそれ書けばよかった。ゆうゆう、ゆうゆう、ゆうゆう、ゆうゆう。クロさん、自分も押し面ガチャ引こうって思ってるのに、毎回月末にログインするの何かもしれない。ありがとう、これいいよ。はい、しょ。きのこのかパパさん、わかんない、ゆうなのルミルかもしれないけど、はぁ、ありがとう。確かに、うん、どっちでも。きのこのかパパさん、ありがとう。さくらのたわ、ありがとうございます。いつかまたお話できたらいいな。はい、こんな感じです。ありがとうございます。どっちかわかんないか両方にしとくね。ありがとう。みんなで見せよう。謎謎、みんな桜タワーありがとう。いっぱいハートとか書けば
ありがとう紙と鉛筆、鉛筆ペン、いいよペン、ありがとう言うの、いいよ、いい感じ、どこにしたらいいの、どこがいいかな。ゆいたんのやつ白飛びして見えてる、見えてる、見えてるか。真ん中が一番わかりやすいかな。ありがとう、ありがとう、ありがとう、桜、いい感じ、オッケー、オッケー、投稿がやばい、時間が、もう1時間、1時間しかないの、考える、トレンド見てみてよ、今トレンドはね、ニャンハ？アニポケ？そっか、こっちので見れるのか、ちょっとみんな名前書いてるから自分もそれ覚えた。サイン書き忘れない。リータンよりって書いていた。リータンより、え、大声ダイヤモンドがトレンド入りしてるね、いいよね、ありがとうありがとうございます。え、本当にインフレゾンビになっちゃうけど、そうでもしないとミュージックビデオがかかってるから、え、そうなんよ、みんな、うんね、そうだよ ね、本当にみんなするべきだから、だってインプレゾンビって呼ばれる僕にいる方々は、うん、やっぱりインプレッションのプロだと思う、うんうん、あまあね、そうにでもならないと、トレンドが大事なんですよ、 MV が、 MV 欲しいから、 MV が AD さん困っちゃうし、本当だよ、AD さんが一番困ってるらしいんですよ、ね、時間がないなんかさ、ね、私たちのなんか私とカスミが飛んだバンジーのも今忙しい中編集してくださってるらしくて、え、あ、そうそうなんだ、そうなの、公開される未公開シーンみたいなのあるかな、私に個人的に送ってもらうの、そう、マネージャーさんとして、すごい X とかにあげれるの、すごい、あの私あのこの間のリアクションチャレンジの時に、うん、もう大人はみたいなこと言ってたんですけど本当にアベマのスタッフさん方皆様すごい嬉しいです本当にあの現場にいたメンバーは分かってるんですけど、うん、あのアベマの人たちのことじゃないんです本当にごめんなさい、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、そんなつもりじゃないです、ゆうゆうの左担当が左担当が左担当がちょっと右担当、右担当です、お騒がせですいませんスタイリストさんとねこの間会って、うん、この間 SS イベント時、うん、アベマのやつ見たよって、うん、その方が、うん、あのジェットコースターについてきてくださった方で、うんうんうん、誰々さんのことでねめっちゃ笑ったねじゃあ一番該当する方がそれもちょっといたみたいで、まあ、スタッフさんの中にもちょっとジェットコースターには乗ってないで、まあ、うん、このくらい大丈夫なんじゃないってまあ言ってる方もね いらっしゃったんですけど、確かにでも楽しかったですね、ゆうたよく頑張ったね、え、頑張ったね、頑張ったね、よく頑張ったね、なんかね、うん、裏話していい、もういっぱい喋ってゆいたん今日はずっと話しちゃって、うん、ずっと話しちゃっていいよ、ジェットコースターの裏話があって、うん、なんかなんかなんていうのシートベルトみたいなさつけてジェットコースター乗るじゃん、だけど自分アイドルだなって思うんだけど、うん、体重が軽かったらしくて浮いちゃって、うん、何え、なんかそのバーつけてるけど、うんうんうん、体が浮いちゃって、うんうんうん、前の、うん、何ジェットコースターの一番前に座ってたんだけど、うん、そうだね、そうだね、前のなんか何機械に膝ガーンって当たって、うんうんめっちゃね内出血、え、痛そうだったもん今大丈夫、今大丈夫、あ、よかったよかったごめん、したんですよ本当にもう痛いね、想定外の事故しました私、いいよ治ってよかった、でも治るやつでよかった、本当に本当にユウナは死ぬね、けど治りにくいもんね、ユウナ治ってないからもうユウナちょっと治るから自分は治ったんでよかったです、膝怪我しやすいことになっちゃうから、怪我しがちだから、怪我しがちだから、X ちょっと考えるので話しててください。ゆいたん左利き？え、右利き？あ、右利きか。うん、ゆいなは？右利き。みんな右利きない。ミューポンが、あ、左左よね。え、何型？AB。AB？ 何？O。ああ、なるほどね。B だよね。みんな違うんだ。違う。みんな違う。あとなんか。出身ももちろん違うし、うん、なんかあるかな、
あるかな、うん、あるかな。誕生日もバラバラだし、うん、特に共通点はないです。名前に言うがつくぐらい。はい、そう、特にないですね。あ、滝行の裏話はだって。確かに、滝行の裏話確かに。え、なんか本当は2221で行く予定だったけど、うちらが3人で行かせてくださいって言って、で3人で行かせてもらったね。1人はちょっとね、さすがにね、1人は。しかもどんどんいなくなっていくからさ、応援してくれる人もいなくなるから。そうなんよ、寂しいよ。そうなんよ、みんないなくなっちゃってね。自分ら行きたい行きたいって結構本当は手挙げたりしたけど、そう、最後だったね。でも、うん、あのマネージャーさんたちからは、うん、あの不安トリオって言われました。ゆうゆうなのに。ゆうゆうも知ってもらってるけど不安トリオなんだよ、別名ね。別名不安トリオって言われちゃってる。不安トリオ、こんばんは。朝ごはん食べても早起き、ねむねむから集中することができない、かわいい。わかる。こんばんは、はじめまして。友達とご飯食べてくるね、おやすみ、おやすみ、楽しんできてね。みんなが見送ります。気をつけて行ってきて。お見送り、ゆうゆうからのお見送り。また来てね。相当レアだよ。幕張もありがとね。不安トリオ面白いよね。そうでしょ。不安トリオジュージュくんの。不安トリオ、どういう、どういう意味の不安トリオなの。え、なんかでも不安トリオって言われた。まあ、なんでなんで、どこ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 。マイペーストリオかも。確かにマイペース。だってさ、最後までさ、大体メイクしてるんよ。え、してるよね。確かに。わかる。なんかバレエとさ、バレエは間違えられとったよね。こっちの方かと思った。そう、こっちなんだけど、うん、踊る方かと思われてて、そう、バレエ。そう、そうなの。2カ所ぐらい、そう、バレエになってたから、今日はこの訂正を1億インバズルつけようと思います。え、でもさ、さっきみんなでやってみたかった、その運動能力とかさ。やりたい。体力テストみたいな、うん。え、ねえ、みんなでなんかチーム戦で運動会とかした。え、やりたい。うん、え、ねえ、体力テストとかさ、何が得意だったとかある？逆に苦手だったとか。何やったっけな。でも私結構良かったかも。自分立ち幅跳びめっちゃ得意だった。あ、いいね。すごい。めっちゃ飛ぶやん。めっちゃ飛んでた。2メートル弱飛んでた。反復横跳び。あ、得意そう。絶対得意。なんかもう普通にさ、歩いてる時も反復横跳びとか言わせるもん、普通に。やばい、変な人やん、うん。え、なんかさ、あのなんだっけ、レンガみたいなところをさ、何色だけ踏むとかやってるんですか。え、やってそう、やってそう。妖怪に。妖怪って呼ばれてんの。やばい。やばい、本当に。この前一緒に歩いてたんですよ。うん、そしたら、なんか、通行人になんかいいのがなんか、そう、だから、そう、だからレンガがあって、その色が分けられてるじゃん。その濃い色だけを踏んだから、あの早歩きっていうか走ってたの。そしたらなんて言われたんだっけ。しかも夜だったからね、暗くて、なんかめっちゃ変な動きしてたよ。通行人に妖怪みたいみたいな、妖怪かと思った、妖怪かと思ったって言われてて、すごくない？めっちゃ通行人に妖怪かと思ったって。やばいよね。恥ずかしい、ほんまに。やばいよね。面白い。妖怪かと思ったみたいな、言われ方して、ボソッとね。ね、そう、本当に。おもろい。1億バズでサイコパスだって、もうバレてきてる、ゆいながサイコパスだってこと。違うかやめて。これなんか流せるやつ、配信で。わかんない、 音量小さめて。確かに。え、なんかこちらの声で聞き添えて。他のメンバーがジェットコースターに乗ったビデオの中で一番面白いのを選んでください。誰に面白かった？リアチュの面白かった。あ、リアチュ、おもろ、かわいい顔。あれかわいいよね、でもね、かわいかった。なんか小動物に見える。わかる。本当にいい意味でかわいい。でもほんとゆいたんとりえしといちごとほんと頑張ったよね。うん、頑
また。でもちょっとリエチとイチゴのいじられ方はちょっとかわいそう。本当にそう、うん、だいぶみんなかわいい。かわいい、本当だよ。あ、リエチ始まってた、びっくりした。リエチが本当だ。X フォローしました。え、ありがとうございます。初見さん、皆さん、私たち今 X で企画やってるので、あのフォローしたり、いいねをしたり、引用リポストなどしたりしてくれたらすごく嬉しいです。あのぜひフォローも気になったらお待ちしております。ぜひよかったら覗いてみてください。そしてあのアベマさんの方で毎週木曜夜9時番組やってるので、3期みんなで頑張ってるので、結構面白い回もいくつかあると思うので1話から無料で見れるので、はい、今からでも間に合います。ぜひぜひ無料で見れます。あのスマホでアプリダウンロードするだけで見れます。1億人って検索したらもう出てくると思います。 STU48 でも出てくると思います。カムリ番組お願いします。めっちゃ面白いので、本当に、はい、すごい初見さんの数じゃない、ゆいたんね、すごい、だよね、嬉しい、ね、初見さん大好き、初見さん大好き初見さん大好き、初めて会う人大好き初めて会う人大好き、うん、初めて会う人ワクワクしちゃう。さすが年長、しっかり宣伝、さすがだよね。さすがです。やったー、長女長女、確かに実は長女、長女だよ。そうですよ、末っ子だ、末っ子です、真ん中。でも本当は、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 本当は何、本当は長女、家でってこと。本当は長女、確かに本当は、本当は長女。ゆいなは本当は長女。あ、共通点ありました。長女です。ああ、みんな長女、やった、長女か、みんな、うん、そっか。やっぱその気が合うって絶対あるよね。あるね、長女ってやっぱ特有じゃない、うん、ね、長女です、長女トリオですね。長女トリオでした。こんばんは。ちょっと音声流すので話しててください。ゆうさんに一緒にいつ遊園地行くだって。ディズニーかユニバとか行きたいな。ユニバ行きたいな、3人で行きたい、行きたい。年パス買おうと思ってるんよね。行けるのそんな行けるの、年パス買おうと思ってる、うん、なんか誰かも言ってなかった、3期生みんな買いたがってる、買いたがってる。こんばんは。あ、レイチも長女なんだって。長女多い、もしかして3期って。確かに、どうなんだろう。ヒータも長女だ。うん、おお。カナウも長女。うん、リアチも、カナウは次女。あ、そう、3人だ。リアチも長女、うん、長女、3期長女多い、多い、長女多い、いいね。確かに言われてみれば長女の絆かも。バスツアー開催してほしい。本当にそうなんですよ。わかる、わかる。ゆいゆいの目標一番、ね、一番。でも銀玉欲しい。うん。バスツアーね。したいね。したい。うん、楽しそう絶対。富士急でもロケしてほしい。え、富士急でもロケしたい。富士急行ったことない。富士急行くならイチゴが先頭で。確かに、うん、連れてってもらおう。うちお化け屋敷行きたい。え、行きたい。え、なんか無敵そう、ゆいたんね。私と同じもの感じるもんそう、ちょっとね、ちょっと似てるとかあるよね。うちでもホラー映画とかは意外と大丈夫なタイプなんだけど、うん、突然驚かされるみたいなのが結構苦手だから。あ、苦手っていうか普通にびっくりする、うんうんうん、ビビるタイプだから。じゃあ今度やろ。じゃあちょっとジェットコースターじゃない、ね、お化け屋敷はね、そういう突然なんか音がなんか空気がシュッて出るとか、あ、そういうのがね意外と苦手。ありがとう、なるべく引用するようにします。ありがとう、嬉しい。あのなんだっけ、リチャの X も、うん、あの番組最後まで集計されるらしいんですよ。カウントされる。そうだからリチャのもリポストしまくろう、はい、私たちもリポストしたいなと思って、4月に入ったらしようかなとか思ったりね、してるんですよ。嬉しい、嬉しい。リサ子がね、そのなんかちょっとさ、大丈夫、充電が、ああ、そう、あ、私だいぶ溜まったからありがとう。本当届く。なんかね、リサ子がありがとう、うん、あの
一緒に遊びに行った時に活動自体前に、うん、そうその時になんか X が自分の分も加算されるからそうみんなの MV 見たいからだから私も最後まで頑張るって言ってるの聞いてもえ好きってなって優しいそう一個本当に大好きみーちゃんも一緒に撮りたい充電忘れてた X をあげようねりさこ一緒に撮りたい、うん、撮りたいよねもう自分の元のポジションで撮りたいえそうかった二人さりさこと同じだからさたわりがそうなんですよそう、ね、そうこの間二人でたわりしたねえしたねそう話し込んだ時そうなんですよバスツアーどこ行きたいですか？どこ行く？足湯バスツアーって書いてあるよ。足湯バス足湯バスツアー。いいね、ゆうゆうだから。いいね、どこがいいかな？ゆう。でもさ、時期的にさ、なんか桜を見るさ、ツアーとかしたいかも。確かにね。いいお花見みたいな。お花見バスツアー。そう。いいね。いいよね。お花見バスツアー。ゆいたんコメントじゃなくてさもうさ、うん、何あれ初見の初見の初見のコメントで初見さんといっぱいだえ本当だファンレベルが上がってくださったり SKM さんだるまありがとうピチャさん綺麗桜のありがとう TKP さん団子ありがとう小雪さん桜ありがとうエクソあげなきゃいけないありがとうナーブさんレインボースター、うん、ありがとう吉田さんもレインボースターありがとう。こんばんは。リッチャーさん、団子ありがとう。ダイさん、さくらありがとう。ベガスマンさん、ヘンダンソンさん、スケームさん、ハートありがとう。さくらもちありがとう。ナーラブさん、ウォーマスさん。ナーラブさん、レインボースターありがとう。ゴーマスさん、団子ありがとう。リカさんもレインボースター。目黒の恋さん、ありがとう。キーフォアトロさん。ベガスマンさん、リカさん、さくらありがとう。ユウさん、広島コパセリさん、リチャさん。レインボースターありがとう。つよつよさんもありがとう。ネギ塩牛タンさん、団子ありがとう。ナーラブさん、ベガスマンさん、さくらありがとう。クゴさんのお団子ありがとう。アキオックさん、オーマサさん、ミンミンさん、ミンミンさんも話し会もありがとう。お団子もありがとう。ありがとう。みんなありがとう。トマトさん、ありがとうございます。ありがとう。クロさん、ありがとうございます。ヤスノリンさん、結婚しない。ジョン君、シルボーイさん、結婚しない。じゃあ私も結婚しないギフトだけ、そっかな、。言いたいな。あ、ありがとう。何？と、トル0525さん、結婚しない。ちょうどタイミング良かった。ありがとう。イクゴキョンキョンさん、ワールさん、ヒロさん、かわいい桜の花びらありがとうございます。あ、ハッシーさん、ペンギン。桜餅、桜のお菓子、かわいい。すごいよね。あ、ヤホトンさん、結婚しない。お餅もありがとう、ハッシーさん。結婚しない。ストーンブックさん、ワールさん、M44G さん、ありがとうございます。結婚しないですよね。冬に雪合戦があれば最高ですね。ちょっと雪合戦もしません。楽しそう。でも雪合戦楽しいかな。禁断が強そう。めっちゃ確かに。どっちも自分宇宙服みたいなの着てていい？最高かも。宇宙服で参戦させてもらうね。ユーナで守ろうね、ユータのこと。チーム戦だ、チーム戦。そう、チーム戦。ジンギスカン太郎さん、結婚しない。山新さん、桜餅ありがとう。チッチリソチュン、結婚して。マジでしない、結婚。厳しいから。ありがとう。マジでしない。ありがとう。でもゆうなん、バズるパス内容考えなくていいのって。ゆうたん考えてる？ちょ、考えてない。じゃあ大丈夫かも。時間がない、うん、そう、10時までじゃなくてちょっと良かった。
いいな。10時になった瞬間私ここから消えなきゃいけないからあ、そっか、あの確かに。でもそれまでに配信おしまいにしよっか、終わる、ね、そうしようかな。嬉しい、そうします。スギちゃんありがとうございます。ありがとうございます。完全防備で、完全防備で参加する。ドッジボール企画があってもちょっと完全防備で外野で参加する外野いいね。完全防備かつ外野で。さっきなんかしたいね。そんなエネルギーなくなっちまったんですよハッシーさん結婚して、結婚しない。アクさん結婚して、結婚しない。結婚しない、辛い、初めて来たのにごめんなさい、それはごめんなさい。あ、映像が流れております。少々お待ちください。もう大丈夫、メイク用品だから。いっぱいメイク用品つっちゃった。ちょっと待って、ちょっと充電どのくらい。ゆいな、あ、手前で、うん、確かに超めっちゃ邪魔で。いや、これはちょっとオフにしたらさ。あ、本当だ、うん、いい感じかも。じゃあちょっとみんなのでも充電もあんまりなくなってきちゃったので。そう、ね、確かにね、9時半くらいでおしまいにしよっか。うん、ね、これそうしようと思います。映んなくなっちゃった、ゆいたんが。じゃあ下がります。ちょっと下がるか。下がります。前に出てきちゃったので。これあ映像が映像が見られております。少々お待ちください。これさ、ここに、ここはどう。あ、叩かけちゃっていいね。元からここで配信すればよかったですね。確かにね、大きいからですね。違う、うん、OK です。 OK です。結婚がダメなら付き合ってはセーフですか。ダメです、ダメです。付き合ってギフトはないです。ダメです、ダメです。ダメです。私のものなので。奥田くんと付き合ってお、めでとうございます。いいと思いますよ、全然。全然いいと思いますよ。いいと思いますよ。まゆみさんの鈴木ひとみさんは結婚してゲストにいいよって言ってるんで、いいわけも欲しいです。かわいい。え？いいよ。でもさ、言ってるよね、あのさ、来世じゃなかったっけ？なんか来世だった気がする。そう、結婚、そう、来世だった気がする。あ、そう、そうだね。でもさ、ゆいな今忙しい。トランプあるけど。いや、大丈夫、もうすぐできる。トランプやろうよ。なんかさ、コールみたいなのでさ、うん、なんとかちゃん絶対結婚しようなって言うのあるじゃん、でもさ、それってさ、オキさん面白すぎる。見て、STU48 メンバーかっこいい。すごい、ちょっとかわいい。なんかもらってくれる人、服いっぱいある。服欲しいです。そう。あ、だからなんかさっきさ、ね、コメントできたって気がする。あったよね、一瞬見えた。欲しいです。お洋服欲しい。もう一回見せて、もう一回見せて。ん、 STU メンバーかっこいい。机、コツになります。テレビ台、全身鏡、チェストかわいい、服、靴なんかお引越しか。お引越し、あ、ミニマルミスリストになりたいんで。じゃああれだよ、卒業されるから。あー、そう、引っ越しされるんだよ。東京の方に行きましょう。欲しいですね、服が欲しいですね。チェストかっこかわいい、お願いします。おきさん服ください。おきさん、チェストかっこかわいい。おきさんの服好きです。おきさんのことも好きです。ください。じゃあここ切り取ってもらって。ゆゆゆだからさ、うん、ゆうかさんもゆだから。ああ、ゆゆゆゆゆゆゆの後輩になってもいいか。ドキドキするから。じゃあここから切り抜いてください、お願いします。はいはい。ね、じゃあ欲しいもん順番に。STU48 3研究生石原。あ。じゃあ私の画面も。なんだけど。はい。三研究生のゆうなです。ゆいなです。ゆいかです。ゆうかさん。何から。え、じゃあチェストカッコ可愛いと服で。服と全身鏡を。
くください。お願いします。切れるのがありそうだった。お願いします。お願いします。おきさん、おきさんやばいから。乱れてる乱れてる。映像が乱れました。もうお下がりっていいよね。ね、この電子バットしてください。 X に上げてください。お願いします。今切り取って。お願いします。お願いします。奥さんの X のリプランにでも貼ってもらって。お願いします。お願いします。奥さん3人で1人だから1人やったら絶対言えできた。言えない言えない。言えだからよかったかも。今来た何これって今来た人だなって。何これ、これは何これだわ。奥さんへのゆいかさん。くるくるさんもゆうかさんなんで、ね、池田ゆらさんもだし、川松田ゆうなさんも、ね、ゆうなさん、ゆうつく方たくさんいらっしゃる。なんかさ、ボイトレの先生ってさ、ゆうかちゃんって言わない？え、くるくるさんのこと、え、ゆうかも、確かに本当に誰言ってるかちょっとあるし、確かに、ね、ボイトレの先生もまだいまいち3期の言う、言はちょっとあまり弱い。確かにね、言弱いね。思うかも。確かに言う、言う、言うな、言いにゃん、言いたん、こんばんは、こんばんは、言う、言うです。あ、あやみちゃん、こんばんは、こんばんは。あ、ゆいなもう投稿できるやん。うん、あとは確認が来れば OK。 じゃあその間に黒ひげ危機一発やろうよ。え、しよう、しよう。ミニだけど、めっちゃなんかさ、ペンギン入れてなかった？うん、ペンギン、え、そう、ペンギン入れてた。なんか別のもの、全く別のものを入れて飛ばしてくれる。なんか見たよ、何でも飛ぶからさ。うんうんうん、他のもの入れても飛ぶんよ。いいよ、あ、いいな。あ、そうね、持つ係しようかな。じゃあ私これ持つ係しよう。うん、じゃんけんする。あ、先ポストする。よし、ポストしちゃうわ。うん、もうポチってするだけだから。うん、よし。これでできました。はい、ゆいにゃんがポストしたので、皆さんそれも拡散してください、ね、ありがとうございま す, お, いします。お二人は多分もうちょい後にしますので、ぜひよろしくお願いします、はい、しま、右から行ってきた方がいいか、はい、行きます。はい、あ、怖いな。コツとかあるのこれ？え、コツはちょっと言えませんね。え、自分さ、結構さ、これさ飛ばしがちだからさ、飛ばしちゃう。え、こんなに続くのすごいかも。え、ゆいたん怖い、ゆいたん怖い。あ、実況とか大丈夫だけど、こういうのちょっと苦手かも。え、ね、ちょっと怖いよね。ちょっと苦手かも、うん、何でもいけるんだけど。え、すごい、怖い、正面に。え、待って、こんなの初めてなんだけど、私。いいかー、やばい、ちょっと楽しいかもしれない、楽しいかもって思った。ミニいいね、ミニ、ミニいいね。もう一回する？一人用、もう一回やる？どこ、これ回さなきゃ。
あ、そうなんだ。みたいな。そうそう。あれ？置いた方がやりやすい。あれ？あ、できた。あ、オッケー。オッケー。もう一回。もう一回。言えたから。お。すごいね一発で当てちゃう。そう、一発で当てちゃう。すごいね。あ、いいよ、またじゃあ仕切り直してゆいちゃんから。どうしよう、風が飛んだら飛ばしそう。はい。ああ、ごめん、怖いな。ね、これさ、当てた方が勝ちなの？どうなんやろ。飛ばしたら勝ち、飛ばしたら負け。負けやないの？どうなんやろ。負けなのかな。確かに。看板は牛なからどうぞ。はい、いきまーす。はい、ピッタン。怖い。まだ私そうしてない。あ、うん、うわ、いい調子ですね。でももう、わ、なんかちょっと怖いかも。なんかなんか来そうだよね。そうだよね。え、なんか硬いね。なんか硬いよね。来るって思う。わかる、うん、予感がする。これはむずいや。あ、てかゆいながあれやね。うん、ゆいなでも当ててないから、ゆいなが当てたら終わりにしよう。そうしよう。うん、ゆいちゃん、はいはい、私からやろう。当ててください、一発で。ああ、もう全部ゆいなになってるやん。どうだろう、いけるかな。当ててみたいな。怖い。待って、ちょっと私またタワーちょっといただきました。ちょっとちょっと本当にが、ちょっと書き書きタイム入ります。書き書きタイムさせていただきます。どうぞどうぞ。しーちゃんありがとう。え、ねえ、幕張のさ、お話し会さ、いっぱいしーちゃんのお友達が来てくれて嬉しかった。ありがとう。どうぞ。次は何タワーでございますか。お嬢、お嬢、お嬢、お手伝いします。くまちゃんがさ、はい、うん、くまちゃんが立ってる。え、お団子持ってるやつ。お団子、なんていうやつ。あ、見よっか。私、私見るわ。何でも使ってください。お嬢、お嬢。あ、ありがとう。え、てかもうこれさ、ゆいなすごいことになってるけど、その前に一人でね、全然当ててない。本当に、ね、すごい、すごいよね。すごい。ちょっと待って、ギフト見てみるね。え、確かにアクスタ刺したら面白そう。アクスタ危機一発。いや、だけどちょっと押しは怖いね。さすがに押しのはちょっと、ね、花より団子クマ。え、かわいい。え、これめっちゃ見やすいね。え、いい、すごい。変わった ね、 ね。さっきのは満開タワーだった。桜タワーじゃなかった、満開タワー。満開タワーか。綺麗、かわいい。かわいい、ね、花より団子。え、いるいるをちょっと選別。選抜？選抜、選抜メンバーで。これ何かと思ったらさ、あ、そう、関西と関東の桜も。え、ゆいたんは？ゆいたんこっち？え、確かに、うん、え、違う。うち関西の桜餅は桜餅って思ってたから。あ、どっち？え、こっちしか見たことないかも。本当？逆に私どっちも見たことあるよね。見たことはあるかも。見たことないかも。岐阜は真ん中の辺だから。緑。岐阜は真ん中の辺だからね。緑。緑。この下まで描いちゃう？どうする？全部をそのまま描いてないんだね、ゆいたん。ああ、なるほど。ゆいたんの絵描きタイムなので。そうですね。私は X ちょっと見よう。こんばんは。え、ゆいな、これ途中です。どれ？黒ひげさん。あ、黒ひげさん。黒ひげさん。黒ひげ。キャッチしたら勝ちだって。じゃあゆいなのキャッチするわ。頑張って。はい。ん？足りなくない？足りない？なくなっちゃった。あ、あるわ、こっちに。あった。え、あ、え、あともう4つだよ。最後の一発まで残しと い, いて。うわ、残して。うわ、来そう。いや、大丈夫。どっちかな、どっちかな。あと2個なんだよね。え、嘘。いや、これまだ奥行く。奥行く、奥行く。そこ絶対、そこ、これが絶対飛ぶ。あ、キャッチ しなきゃいけないんだった。なるほど。ごめん、もう一回やって。いいよ、キャッチするわ。オッケー。ゆいたんカキカキしてるから。ゆいたん、はい、してるから。頑張って、ゆいたん。ありがとう。上手に書いて。上手に書いて。上手に書いてない。ごめんなさい。
します。よいしょよいしょ。こんばんは。岐阜のうどん汁は黒いの？どういうこと？関東普通じゃないのかな。え、静岡のおでんみたいな。あ、ちょっと飛ばした。そうだ、私キャッチしなきゃいけないんだった。はい、OK。 はい、いいや。ちょっとむずいやん。 OK、 どうぞ。どっちの方に飛んでいくんだ。怖いな。キャッチしたら今度家でご飯行こう。ちょっと難しいかも。キャッチできない。キャッチできない。お玉でキャッチするやつあるよね。え、なんか知ってる。怖いな。ユンタンがいたからな。ユン、ナイスキャッチ。ユンタンやって、私キャッチするから。それじゃ、はい、前にこっちに。怖い怖い。こういうのが苦手かも私は。あのバンジー止めるけど、これはあまり好きじゃない。珍しいタイプ。え、ね、ユイナがなんか怖がってるのちょっと初めて見たかも。ちょっとな、何でもか、何でもいけそうな感じだけど。何でもいける。これの苦手。あとね、私苦手なもの、目薬だ。目薬出してあげる。じゃあ本当にもう こんなになっちゃう。本当にできないよね。そうなんだ。え、私結構さ、うん、え、そっちにも目薬さしてあげたことあるから。人の目薬さすの。油断禁物。ちょっと油断禁物です。神経いいはずなんだけどな。キャッチキャッチ。はい、ゆいたんのクマめっちゃ可愛いよ、見て。うん、かわいい。かわちい。かわいいゆいたん。いやーいやー怖いよー。いやーいやー。これは苦手かも。キャッチめっちゃ目が合うんだもん、この黒ひげと。もう視聴者さんにさ背向けてるの、やばい。ちょっとあ、きっと来るよ、多分これ。はい、OK です。ゲットです。 OK です。 OK。 こんばんは。楽しいね。楽しいね。楽しいね。今のトレンドは何だろう。二人は今日何あげるの。考えてないです。考えてないですか。一応毎回候補はね作っといたりしてるんだけどね。でもトレンドに合わせて臨機応変に変えることにしました、最近は。なんかさ、でもさ、動画の方が伸びやすいって結構ある、ね、あるよね。あるじゃない。あー、確かに、うん、でも動画ってあんまり撮らない。Mステが今やってるみたいよ。金曜ロードショーもあるよ今日。あー、なんだろう、マジョの宅急便。そう、そうなんだ。うちジブリ大好き。そうなの。うん、ジブリ大好き。待って、くまるくん無理です。あ、あ、先にリップしなきゃ。言えない。誰か誰か切り取って。誰か沖さんにさっきの伝言切り取って。切り取ってもう貼ってくださいね。貼らなきゃ。ゆいながちょっと早く貼ってくださいね。ゆうゆうって今並んでる順番なの。はい、そうですね。そうですね。右担当のゆうなと、ま、あ、どうぞ。左担当のゆいかと、間に挟まれてるゆいなです。名前順、名前順、うん、あゆう順でもあるしね。ゆいがここが一緒で、うんうん、ゆうとなが一緒だから、うんうん、私は二人から名前取ったらゆいな、うん、そうなる。ってことは二人の子供ってこと。あ、ここができてる。僕ができてるから。じゃあ友達コレクションみたいな。あるよね。懐かしい。友達コレクション。友達コレクションみたいな。友達コレクション大好き。うん、確かにゆいなちゃんってジブリに出てきそうな感じ。確かにジブリ、うん、ゆいなちゃん。確かにゆいな、確かにジブリに出てきそう。出てきそう。うん、褒め言葉。優しい。ありがとう。ありがとう。見よ。
あ、よし、行くよ。すごい。ゆいなです。ゆいかです。ゆうかさん。チェストカッコかわいいと服って服と全身鏡をかけなさい。お願いします。ありがとう。ありがとう。ありがとう。大さん、ありがとう。ありがとう。すごい面白いな。めっちゃ面白い。気づいてくださると嬉しいね。本当に、うん、こんばんは。優しい。嬉しすぎる。大変。いいねしたいぐらい嬉しい。いいねしたい。手震えてるやん。いいねしたい。本当に大さん、ありがとう。ありがとう。切り抜いてくれて嬉しい。面白すぎるかも。一人じゃ絶対できません。広島高校生さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。めっちゃ可愛いな。マクさん、ありがとうございます。あ、できた。あ、しーちゃん、花より団子くま、ありがとう。くま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 アイク作っといこう。あ、くま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 。あ、じゃあ私こっち作ろうかな。あ、いや、私こっち作るかな。あ、くまくま、ありがとう、しーちゃん。くまくまくま、幕張、お友達たくさん来てくれたよ。くまくま、くまくまくま、ありがとう。パチ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 、パチ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 、ありがとう。次、いいよ。ゆるゆるまでパチパチ起こってるから。みんなのところでパチパチしてる。しーちゃん、いつもありがとう。素敵。かわいい。パチパチもありがとう。かわいいもありがとう。みんなパチパチしてくれてありがとう。パチ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 。ありがとうございます。いいね。嬉しいです。とっても嬉しいです。よいしょ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 。ありがとう。ありがとう。めっちゃ大きさのやつ見るやん。定期的に見ます。もう大好きすぎるこれ。大きさん、大きさん、申し訳ありませんが、タワーのためにゲーム止めちゃった。え、全然大丈夫だよ。しーちゃん、ありがとう。ありがとう。嬉しい。かわいいタワー見せてくれてありがとう。かわいい。ありがとう。かわいい。あ、トランプやるって言ったっけ。あ、最後にやって終わるか。トランプして終わるか。トランプやろう。トランプで何する。え、7並べ。ババ抜き。何でもいいよ。何がいい。配信、配信向きなのは、うん、7並べは映せないけどね。うん、そう、うん、確かに。ババ抜き。ありがとう。ババ抜き、うん、そう、楽しそうでしょ。ゆうゆうです。はい、ゆうゆうです。ゆいたんもイベントの時結構やってたよね。長くビスの時に、してた、してた。すごい、みんなのおかげで、あのビスの撮影もさせていただいたんです。楽しみやね。そう、写真見せてもらったけどめっちゃ可愛いから本当に絶対買って。楽しみ。本当に買って、買ってください。4月1日、うんうん、え、もうすぐ、もうすぐやん、ね、ちょっとじゃん、に出ると思うので、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。おめでとう。ショットとかも載せさせていただきます。ありがとう。楽しみだ。私見た、え、見た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 、マジで可愛いよね。可愛い。ありがとう。ジョーカー1枚でいい。そう、撮影が STU の参加メンバーみんなで行ったんだけど、そう、あかりさんが撮影してるところの撮影をしてくれて、うん、すごい、素敵があるので、あかりさん優しい。本当にあかりさん優しい。ありがとうございます。楽しみですね。楽しみだね。私も買おう。ね、ビス買おうよ。嬉しい。予約しよう。ありがとう。これくれる？ん？これできる？キューティクジーリカちゃんくれたよ。北沢いちご神押しさん、すいません。すいません。北沢まだ配信しよるんかね。もう好きすぎやん。好きやないよ。好きすぎやん。え、すごい、すごい、すごい。あ、まあ知ってなかった。イメージがしてる。イエーイ。じゃあやります。やろう。1、2、
さん負けた。なんかあるこれ。え、なんかある？ないよ。ないの？罰ゲーム嫌いだからね。いやそう、うわ、二人に萌え台詞とかさせたらよかったんだけどな。じゃあゆいなだけでいいんじゃない？なんでだよ、うん、ゆいなが負けたら私の需要ないから。需要ないから。需要ありまくり。やだ、私が二人のを見たいかも。頑張ろう頑張ろう頑張る頑張ろう。みんな予想してみて。誰が強いとかでもないよね、運だからさ、これって。確かに運だね。あ、どこ置いたっけ今。ここか、うん、あ、ぴったり。え、本当だ。よし、まずはこれ、あの揃ってるのをやるんだっけ、してるんだっけ。そうだよ、久しぶりすぎるかも。ちょっと見えないように、見えないように。ファンの方にも見せれないけどね、これ。そうね、ちょっと楽しんでる様子を見てもらって。ババ抜きな。むずくないこれ。めっちゃ久しぶりにババ抜きとかするんだけど。え、な、私も普通に今年やってない。え、初っていうか、え、STU入ってからやってないかも、本当。私も。え、確かにね、そうですわ。え、全然揃わないんだけど。あ、ユウナのシャッフルがよく切れてるってこと。そうだね、そうね、うん、いい方、いいことだよね、うん、うん、いいこと。よし、オッケーかな。見ないように。オッケー、オッケー、オッケーじゃない、ね、うん、全然。コメント読んじゃう。うん。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとう。また最後にね。オッケー。はい。あ、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ったん。じゃあ二人でして。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、一個でしょ。こうこうこう。うん。じゃあ私が。まず、オッケー、リタも引きます。はい。あ、ないですね。で、リタがユナも引く。オッケー。え、バリ見えてる、見えるよね。見えちゃってるやん。こうしたらいいか。と、あ、あった。あった。お。はい、続けてください。え、なんか、なんか、なんかどうしたの？なんかどうした？続けてください、早く。え、少ない。あ、こっちから行こう。あれ？え、違う？人？肘ないよね。あれが、あ、違う、ゆいなの。こっちも、こっち向きだ。はい、あれ？ごめんごめん。お、あ、こっちから引く。揃わない。キンさんがユーナの人かな。笑ったらバレるやん。ちょっと待って。あったよ、じゃちょっと待って、見えちゃう。ちょっと待って、ちょっと見ない。こうしよう、こうしよう、そうね。それはない。次はどうするの？私が引くん。で、ゆいなが見なくていいの？なんで見ないの？え、だってゆいながバラってくる。3人でトランプってなんか、え、ね、ちょうどいい、ちょうどいい。どうだろう。あー、1位、1位抜け、2抜け、ピエン、ジョーカー、ジョーカー。最初はゆいたんが持ってた。え、私が持ってた。私に渡って、
最後言うなみんな。イエーイ、楽しいな。もう一回行きたいかも。もう一回やる。もう一回やるか。楽しいかも。食らなきゃ。いいね。いいね。いいですね。久しぶり。楽しいな。楽しいな。楽しいな。ちょっと待って、やる前にさ、うん、自分遊んでいい？いいよ。え、何すんの？どうぞ。ゆいたんのショータイム。ゆいたんのお遊び。え、うん。何をしてくれるの？なんだろう、楽しみ。すごいことしたそう。充電。あんた刺さってるかな？あ、頑張って隠したけど隠れんかった。うん。よくなってるから大丈夫。じゃあ、ちょっと私に見せないで。マジック。ちょっと待って。ちょっと待って。え、選びたい。え、マジック、うん、ちょっと待って。でも簡単なもんだから、ちょっと種は分かっても言わないでくださいね、本当に。どう配信しちゃうんでね、ちょっと。あ、ちょっと種が出ちゃうかもしれない。え、これさ、どうやってらできないかな。あ、できた。よし、オッケー。二人で選ぼう、誰がいい。え、誰がいい。私これに運命感じたかも。じゃあそれいいよ、これで。オッケー、うん、配信に見せる。じゃあ、うん、配信に見せていい。じゃダメです。これになります。言葉出しちゃダメですよ。これになります。はい、そしたらじゃあ、ちょ、裏向けて。はい、自分。え、今混ざったよね。うん、混ざったよね。混ざったシャッフル5回して。5回、うん、1、2、3、4、5。探します。え、なになに、怖い。いいなが選んだカードを探します。え、怖いかも。これでわかる。え、見てないもんね。でも、うん、見てない。ちょっと待って、裏返ってるカードがある。え、でもわかるの。え、分かることある。これでピンとくれば、うん、これ違う。どこか狂ってしまったかも。狂っちゃったかも。もう一回やる。もう一回。俺が言ってたしね、なんか、うん、確かに。え、もう一回。俺が言ってる2枚ではない。違った。違うか。もう一回やろう。気になる、ちょっと面白いかも。はい、次ユーザー選んで。あ、選んでいいの？うん、2人で選ぼうよ。あ、じゃあ選んでもいい。じゃあこれにしよう。うん、OK。 はい、じゃあ、はい、3つの画面見せてください。うん、OK。 あっ、 OKOK。 いいよ。 OK、 はい、じゃあここにもらうね。もう完全に混ざってるんだよね。混ざっちゃった。5回切って。5回切ってもらおう。はい。はい。やった。待って、これで当たんなかったら。マジで適当なことやってる。え、でもそれでもおもろい。いや。そんなとこも可愛い。本当？うん。そしたらちょっとじゃあまた考えてくれ。うん。どうだろう。え、なんでこれでさ、え、それ当てた場合なんでわかるんだろう。
教えてほしい。何？あ、え、すごい。え、だってさ、完全混ざってた。混ざってた。混ざった。よかった。天才じゃん。どういうこと、ゆいたん。ゆいたん教えてよ。配信会で。ゆいなぁ。すごい。え、すごすぎる。何が起きたの？ありがとう。え、あれ混ざっ、どうやったらわかるの？すごい。やっぱゆいたん多才すぎるかも。え、すごい。手も描けるし、やったバズれるようだって。バズれる、うん、今の今の配信じゃ切り抜きしてもらおうかな、ね、ゆいたん何でもできちゃうから。すごい。何、マジシャンの方から直々に教わったとか。ね、ちょっとそうかもしれない。たしなむ程度でやってるかもしれない。たしなんでたんだ。ちょっと更新してるかも。すごい、すごい。弟子入りしたしようよ、うん、すごすぎる。ゆうたもうちょっとこっち来る、こっち来る。すごい、おいでおいで、うん、見切れてます。すごいすごい、本当にすごい、すごい、本当にすごい。なんで、なんでわかるの、やば。この間でも、うん、ルービックキューブ揃えるマジックしてる人、うん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 、そうあって、それはちょっと完全に、うん、種と仕掛けだらけかもって思って、ルービックキューブはちょっと見張ってるべき、あ、マジシャンを見張ってるべきだと思います。ルービックキューブ2個出してるけど本当は彼はいくつ持ってるんでしょうっていう、うんうん、あ、なるほどね、うん、ゆいたんで分かんない。すごいわ、今のすごかった、マジでびっくりした。他にもできたりするん、なんかコインのマジックとかも、うん、練習したことあるけど、さすがに無理な、うん、あー、むずいんや。むずい、すごい。やっぱあれはね、みんな練習ですね。すごいね、練習なんだ。本当にすごい、やりたい、自分もそれやりたい。かっこいい、かっこいい、めっちゃすごかった。自己紹介のとかでしてほしかったね。あ、混ざりました。はい、はい、できましたよ。してましょう。すごいわ、すごかった、びっくり。種も仕掛けもなかったよね。なかった。私ちゃんと見張ってたもんね。嬉しい。勘？勘。やば。感覚派です。見えないようにしなきより枚数少ないかも。よし、あ、いいよし、で次は誰かやる？最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあこういこうかな、うん、あ、そしたら待って、でも同じになっちゃうからこっちの方がいいか。あ、そうする、うん、ゆいたんの取るわ。ゆいたんの取るで、ゆいたんが私の取る、私がゆうなの取る。あ、私の見てるわ。ごめん、ごめん、ない。ない、ない、ない。揃わんね、揃わんね。うん、揃わん。もうちょいじゃん。ね、本当だ。え、揃っちゃった。え、待って、一気落ちじゃん。やばい。でも勝ってわかるよね。ちゃいました。よし。リータ、どっちが勝つと思う？え、ゆいな。やめて。え、でもね、ゆいなが負けたら罰ゲームしてくれるらしい。しない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 から。しないから。
ゆいなが目つぶってさ、右と左どっちがいいってさ、やった方がいい、ね、もしゆいたんが男なら彼女を作るのは簡単だろう、ね、魔法を知ってるのは時間を見るけど、うん、ゆいなから見て右か左かどっちがいいか、うん、okay、ちょっとゆいた混ぜて見てない、本当に見てないから、うん、ほら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 行った瞬間に分かるってことも、うん、勝敗が、うんうん、右と左どっちがいい、右、ああはい、勝ち、ゆいたんの予想通りだね、予想通りやったね、ちょっと私勝てるまで終わらないかもう一回待って待って、私はそろそろやばいですね、配信10時までそう、いや配信会で私やるわ、あ、オッケー、そうじゃあ私一回壇上読みして、うん、終わっちまわないと、確かにまた満喫、みんなだね、みんな配信一旦おしまいにする、どっちでもいいよ、ちょっとでも壇上読み方もかぶっちゃう、うん、確かに、そうね、確かに、そうね、私待って、でもさトランプ勝ちたいんだけど、うん、勝ちたい、勝ちたいよね、ちょっと、ま、2回壇上読みしてもう一回しよう、うん、で終わろう、そうやね、よし、じゃあ10、早くん大丈夫、大丈夫よ、ちょっと待って、ちょっと待って、17からいきます、17位くまねパパさん、16位ラクさん、15位福さん、14位レグルさん、13位カッカイプさん、12位なるみさん、11位スワンテさん、10位よしみさん、9位きよにいさん、8位ヤオトーさん、7位なっちゃん、6位マクさん、お、ゆゆゆみんって書いてある、トップ5、5位にゃんちさん、4位ヤマシンさん、3位トマトさん、2位うまちゃん、そして今日の1位は、あはい、今日のランキング1位はキノコのかパパさんです、ありがとうございます、ありがとう、じゃあ最後一回やってもらう、そうね、うん、また食らなきゃいけない、でもちょっと、え、でもこれでまた負けてまたやるよ、ちょっと勝つまでやるからねいやいや私は配信の外に出るわ、そう、ね、いや俺うちに勝ちたいな、あ、じゃああと8分ギリある、1回どんぐらいかかるじゃろ、結構どうやったの、でもそんなかからん、5分以内だなと思う、私の先知だわ、見て、あと OK、 すごい盛り上がりのやつもすごいどんどん伸びてる、伸びてる、ね、盛り上げてくれて、ありがとう、ありがとう、待って、リエチからいいね来てる、イオノマさんサンさん、バスディアさん、ナッカーさん、ケイフォートロさん、リカさん、モンタンさん、ベガスマンさん、キヨ兄さん、リチャさん、オーマサさん、アスキヨさん、マクさん、シュンさん、アトムさん、シュンさん、あの幕張お話会ありがとう、通所かありがとう、ミンミンさん、アトムさん、ありがとう、リチャさん、ありがとう、ありがとう、よし、次は誰が勝つかな、いけるかな、くれてないかも、くれてるかな、くれるって何、え、方言、うん、方言だった、くれるって何、くれるって何ですか、くる、え、くるの、くるって何だ、混ざってないってこと、え、ってる、トランプをくる、え、言わない、言わんよね、うん、初めて聞いた、方言出た、誰か教えて、これは知らない、じゃあ逆になんて言うの、トランプ、これトランプ混ざりきってないってこと言ってる、うん、混ざりきってない、普通に、うん、混ざってないとか、そうだよね、切れてないくらいが言うかもしれないけど、うん、なんえ、くくれてない、くるってなんだ、え、わかる、くるって、誰か言うのに、ちょっと待って、みんな、ちょっとあの、ちょっとあの、順号教えてあげて、みんな味方して、私のくるって何、くるって何、言うなんしか言わないよってみんな言って、ひーたんどうなんやろ、ひーたん、ひーたん、ひーたん、え、くるって言うよね、くるって誰が言うの、え、ほら関西は来るって言うんだって、関西、関西、私関西と関西の間みたいなところにいる、来る、初めて知ったかも、言わん言わん言わん、初めて、え、カードを切るとかって
こと。キルは言う、キルは言う。え、来る分かるよね。来れてない。大阪も言う。言うって。大阪も言うんだ。うん、関西かも。あ、そうなんね。うん、え、初めてだ。すご、初めて知った。初めて知った。ね、みんな教えてくれてありがとう。なんかショルムなの。どういうこと。ナラブさん、レインボースターありがとう。ネギ塩牛タンさん、ノンタンさん、イオのマサさん、ありがとう。え、どういうこと？ん？何？なんか配信今ショールームがバグってんのかな。なんかショールームができないらしい今なんか。早めに始めとかんと多分できんかったんだよ。ほら、エラーが出てるらしい今ショールーム。え、みんな見れてる？多分今始めようとしてる方が、長崎も来るって言いますだって。長崎来るって言う？うん、長崎来るって言うだって。あ、ショールームエラーになるんだって今始めようとすると。早めにしといてよかった。毎日配信してたから。くるくるさんも可愛いね。そういうことですね。くるくるさん。福岡も言います。え、じゃないかい。じゃあ2人が知らないだけじゃん。いや2人が知らないだけじゃん。いや香川来るの？香川も来るって言ってる。来るよ、カード来るけ、来るって言うよ。来るけ、まあまあ、なんでだろう、来るじゃないかい。来るさ、言うよね。京都でも使う。福岡もわかる。本当不具合出てるみたいな書類。そうなんね。ゆうゆうで番組作ってほしい。だって作ってほしい。番組楽しそう。楽しそう。足湯ぶらり、ぶらりのなんか足湯を巡るみたいな。いいね。家にかけて。いたこた。いたこちえちゃってる。ああ。もう私あと3分でここから退場しなきゃいけない。急ぎで。え、あ、じゃんけんしなきゃいけない。あ、さっきと同じでいいよ。さっきと同じで。同じで。あ、じゃあこういうこと。うん。はい。ないよ。じゃあ目隠しとか。オッケー。一気打ちしてるよ。右か左か。左。じゃあ次私がやるんだね。じゃあユナ隠しといて。はい。こんな感じです。右か左か。右で。あ、勝ちです。よかったね。やったー。じゃあみんな1回ずつ負けた。イエーイ。こんな感じ。私はあと1分で消えます。ここから。本当だ。自動で消えるんか。うん。けどうちらがやってたら、ちょっと伏せなきゃ。伏せていくね。じゃあ、ね、じゃあバタンってなったらバタンってね。うん、バタンってなきゃいけない。一文字でしたよね。あ、そうなん。そしたら一瞬隠して。うん、いいよ。ちょっとこうやってやらなきゃ。うん。最初。やった、トランプ勝てて嬉しい。じゃあありがとう。私はここで退場なので、うん、多分ユーナの配信かユイタの配信行けば声はあります、うんうん、ありがとう。ドローンしますのでこの後すぐこうやってやらなきゃ。ドローン、あ、なった、ドローン。